プロ野球の問題児、ライオンズの山川さん、女性問題暴露され、出場停止になりました。まあいいと思います。東北楽天安楽は孤立させてかぶせたり、深夜に鬼電パワハラでチームを解雇されました。まあいいと思います。ジャイアンツの坂本さん、女性問題起こしたが、ケツ穴確定大バズり、流行語になりました。強い侍になった。どんな終わり方よ。